さあ皆さん、どんな時にですね、労災になるのか、ならないのか、クイズ形式でですね、今から私、プレカリアトニー初期長の稲葉とですね、オオサンショウウオの京ちゃん、翔ちゃん、サンちゃんとですね、一緒に説明をして、勉強していきたいと思います。手元の資料のですね、労災になる業務災害バージョンというのがあるので、まずはここから1から10まで順番に見ていきましょう。一つ目ですね、会議中、伸びをした拍子に窓から転落、回避してるわけですよ、こうやって。最近の我が社のね、成績が結構いい感じだね。そんなことより焼きそばが食べたいですね、部長。真面目にやれよ、君。ああ、けど疲れたよな。部長、これは労災になるでしょうか。答えはですね、大体の場合はなります。そう、今回ですね、なるでしょうかと言って、完全なイエスノーじゃないのは、個別のケースによって判断が分かれるのでですね、なかなか言い切ることが難しいためなんですけど、今のケースはですね、仕事をしてます。会議っていうのはそこで話し合ったりですね、資料をめくったりとか、場合によってはプレゼンしたりとかですね、やって、伸びをするっていう行為は確かに会議に不可欠な行為ではないんですけど、会議やってたら伸びぐらいしますよね。で、そういう時に、よいしょーって落ちてしまったら、それは仕事中に怪我を仕事中にしたというふうに判断されることが非常に多いんですね。原則としてはなるもんだと考えていただけるとと思います。じゃあ二つ目。仕事中に喧嘩。殴られた。これはですね、こんな感じです。気に入らないんだよ、きょうちゃん。なんだと、さんちゃん。やるか。全治2週間だ。さあ、どうでしょうか。こういうケースの場合はですね、仕事中っていうのはもはや、ただの大事件ですよね。サンちゃんが悪いんだよ、今言ったケースはね、会社に責任を追及できるかって、労災は会社が、安全配慮義務を怠ったとか、そういう時にですね、業務災害、法的な根拠はもともと労働基準法で、そういう時は、会社が賠償しなさいっていうのがあって、それを補填するためなのでですね、サンちゃんが今回悪いんだよ。ね。労災には、こういう時あんまりなりません。だけれど、こういう場合ならどうでしょう。さあ、翔ちゃん部下でですね、京ちゃん上司ですよ。ね。翔ちゃん最近ミスが多いんですよ。で、ちょっと炭鉱部でですね、最近炭鉱の仕事は減っていますけど、ビッケルの持ち方がすごい危なっかしくてミスも多くてですね、このままじゃ大きな事故につながるかもしれないんですね。そういう状況で、京ちゃんが、ちょっと翔ちゃん、最近ね、君ミス多いんだよ。ん？で、ビッケルの持ち方危ないと思うんだよねって。どう？で、僕はそうは思わないですよ、京ちゃん上司って。いや、けど、かなり危ないよって、なんだとうるせえ！わー！これはですね、多分労災になるケースなんです。なんでかっていうと、上司として部下に指導しないといけないんですよね。だから単純に支援による喧嘩じゃなくてですね、それで場合によっては口論になって殴られてしまったとか、そういうのは仕事をしていなければ起こらないんですね。こういう時は、労災になり得る。というところですね。仕事中の喧嘩は、状況次第、大体何でも状況次第ではあるんですけど、で、3番がですね、トラックの運転手が他社のドライバーの荷降ろしを手伝って、怪我。ね、こうやって荷降ろしをしていてですね、A 社の京ちゃんと B 社のサンちゃん、そして C 社の翔ちゃんがいて、よいしょって、我々の A 社、B、A 社の C 社は楽だね。よいしょ、よいしょ、みたいに。さあ、運んじゃう。あ、かなり重そうだね、あれは。大変そうだね、手伝うよ。挟まれた。これ、労災にしてあげたいなって思うかもしれないんですけど、原則としてはならないんですよ。だってその会社の仕事をするのがドライバー本来の仕事なので、余計なことをやって怪我をしたみたいに判断されるケースが多いんですね、こう。ただし、例えばこの、B 社、サンちゃんがですね、A 社の、キョウちゃんの、例えば取引先の大切な会社で、手伝わないと、ただし置かないと、例えば、キョウちゃんが社内で命じられていたり、言われていたような場合は、さすがに、他の会社の仕事とはいえ、それをやることを命じられていたみたいな形が考えられるのでですね、労災になるケースもあるんです。
もう絶対にこれ、あとものすごいギリギリの時間でみんな急かされてて、ここを手伝わない限り自分の仕事に支障が出てしまうみたいな、順番待ちして、順番にやっていくときにですね、じゃあみんなでやろうみたいになったときは、そういうときは業務禁制が認められて、労災になる可能性が非常に高いです。さあ、そして4番。これ結構ですね、4番と、何ですかね、7番はですね、なんで違うのって思うかもしれないところなんですけど、畑仕事で雷に打たれた。こんな感じですね、翔ちゃんはですね、二人が持っている農園でですね、よいしょよいしょって稲作をしててですね、よいしょよいしょ。そしたら雨が降ってきて、うわー雷に打たれる。これって労災じゃないんですか？これ労災なんですよね。まあ、田んぼとか畑とか、農作業してて、一定数の人が、落雷により命を落としたりとか、怪我されたりしてますよね。そういうことやったら、それが起こる可能性があるってことがはっきりわかるので、それはですね、労災になるんです。自然現象でもなるんですね。で、そうですね。新鮮。相談する事業者がですね、あと死んじゃった場合は必ず事業者ですけど、入院したら自分ですることを労災できるんですよ。5番ですね、会社の運動会、括弧、参加必須での競技中の怪我と、京ちゃん社長がいてですね、翔ちゃん社員と、さんちゃん社員がいて、まあ、うちはね、運動会は、全員参加必須。そうやって、ね、みんな家族、ね、絆を深めるために運動会やるんだよ。さあ、みんな参加だ。休んだら友達を来ないぞ。だるいね。まあ、運動会なんてね、もう、我々何歳だと思ってるんだろうね。走ったら怪我しちゃうかもしんないよ。負けた頑張ろう。社長のためだ。よーどん。うわぁ、転んだ。君、運動会は仕事じゃないからね、労災にならないよ。わかってるよね。さあ、これはですね、労災に、なるんです。大体の場合。参加必須ということは、強制されているので、業務上の問題。これ、参加が任意で、してもしなくてもいいから、みんなで遊ぼうみたいにやってたら、仕事じゃないので、っていう理屈も通るんですけど、もはや参加強制って言っといて仕事じゃないのって、僕は通らないんですよ。運動会の時は参加が強制かどうかとかですね、その社内行事、歴史的なものはですね、そこが、分かれ目になってくるようです。さあ、そして6番、出張先での怪我なんですけど、これはなんかこの子たちが使うまでもなく、怪我したのが労災になりそうだよなと思うし、その通りなんですけど、出張の場合はですね、家を出てから、出張先に着くまでの間の怪我も労災になるんですよ。もともと、出張先の、に着くまで、通勤中だから通勤災害では使われるんじゃないかと思いがちなんですけど、出張っていうのはそこに行くことも含めて命じられているのでですね、移動中の車の事故で、わーって怪我をしての労災になってですね、で、ちゃんと保証を受け入れるという線引きが変わってくるんですね。労災と通勤災害の違いっていうのはですね、労災で休んでる時に労働者クビにしちゃいけないんですけど、通勤災害の時そうでもないんですよ。保障の率は一緒なんですけどね。細かいところですが、出張中の、行き帰るっていうのは、労働災害になるっていうところはですね、業務禁制が認められるとですね、労務災害、そう、労働災害、労務災害ですね、になるというふうに覚えてください。さあ、そして7番、さっきの4番の別パターンですね。まあ、河原で作業をしている、京ちゃん作業員がですね、さんちゃん、辛いね、疲れたね、仕事だるいよね、頑張って仕事しようね、やっていたら突如、なんだろう、なんじゃこれ、撃たれてた、どうぞ、銃弾で撃たれたような怪我が、大丈夫よ、これって労災に降りますよね、降りると思うんだけどね、実は降りないんですよ。実際にあったケースで、どういうことかっていうとですね、で、しかも、勤労区域って文章に書いてありますよね。
例えばそこが、あの、漁師さんとかがいつも出入りしてて、あの、そういう危険性があるって分かってたらいいんですけど、誰も夢にも思わないわけですよ。あの、河原で作業してたら撃たれるなんてですね。それはさすがに、あの、会社のせいだっていうのは酷だというところからですね、判断が。ただし、あの、それが誰が撃った弾か分かったら、撃った人に対して、ちょっと責任取ってくださいっていうことはできるのでですね、全く、あの、保護されないわけではないんですよ。少なくとも労災としてはなんか否定されたという実は判断例もあってですね。そして8番9番の取り扱いもちょっとあの珍しい部分ですね。8番は休憩中に野球をして怪我をした。休憩中です。はい、じゃあ審判の翔ちゃんです。さあ、京ちゃんが投げて、さんちゃんが当たった、あのちょっと投げてですね、怪我したって大丈夫かーって。これはですね、休憩中に遊んでいて怪我なんで、あの、サンちゃんはかわいそうですけど、あの、労災にはならないんですよ。で、9番がですね、じゃあ、休憩中に、よいしょ、翔ちゃんが調理をしてたんです。その後、いや、サンちゃんさっき怪我したから、なんかうまいもんでも作って食わしてやる。あの、昨日怪我したからで、翌日ですね、調理室で調理をすると。しかし、その床が汚れてるんですよ、すごい。油がぶっといから、よいしょ、気をつけないと。卵を割ってもらえって、ボロンジャったみたいな時はですね、なんかこれはですね、労災になることもあるんです。あの、会社の施設が、十分に管理されていないから、その災害が起こってしまったみたいな時は、休憩中であっても認められる余地があるんですね。まあ、これかなりこう、グレーなラインなので、シチュエーション次第なんですけど、じゃ休憩中だから、必ず、労災は、ダメなんだみたいな、会社言いがちですけど、労災になることもあるんですね。これだって床掃除でちゃんとしといてくれたらね、キューちゃんそんな怪我しないで済んだもんね。まあ、そうだね、って言いますね。まあ、そんな感じですよね。で、あの、10番がですね、これが結構ですね、実は、前からの課題を含んでいるような事例で、まあ、スーパーの品出しをしてるんですよ、キューちゃんとサンちゃんはですね。で、翔ちゃんチーフがいて、って思うと思うよ、頑張ります。いやー、今日も疲れたねーって、いや、もう2リットルのさ、ジュース重いよねーって、もう重いって、腰痛くなるよねーって、ビールとジュースさえだけやねーって。で、1ヶ月働き、2ヶ月、3ヶ月働きですね。きょうちゃん、僕最近腰痛い気がするんだよ。腰ってどこ？ああ、違った、きょうちゃん。よし、腰ってどこなんて言っちゃいけない。あることにしよう、腰だね。いや、まあいいや、腰があるんだよ、きょうちゃん。ね。腰痛いよって、地味に腰に負担でねーって腰痛で、最近朝起きても辛いよ。実は僕もそうなんだよって、腰がどこだかわかんないけど、腰が痛いよ。そういう風にですね、なった場合、いや、労災になりそうじゃないですか。仕事が原因で腰痛ですよ。ところが、これはですね、限定的に職業病として認められるケースを除いて、つまり、この仕事をしたら、で、腰痛になったら、絶対に労災にしますよ、とか、基本的に労災になりますよ、みたいな仕事があらかじめ決められてて、で、スーパーの人たちって実はそうじゃないところもあってですね、そういう場合は腰痛じゃないんです。腰痛は業務災害にならないんですよ。なんでかっていうと、腰って仕事の時だけ使ってるわけじゃないんですよ。日常の他のいろんな、ものもあって、それで何してるかわかんないんですよ。もしかしたら、きょうちゃんはディスコで踊り狂ってたかもしれないんですよ。わーって。で、それに、仕事の負担も重なって起こったかもしれないみたいなところでですね、必ずこれなんだっていうふうに証明できないと、なかなか難しいんです。そして、さらに意外なことに、この腰痛、怪我じゃなくて病気として見なされるんですよ。で、腰痛がですね、怪我であるケース、病気であるケースがあるんですね。怪我であるケースっていうのは、これ労災になるんですけど、これ翔ちゃんじゃなくて、重たい翔ちゃん人形だとしてですね、翔ちゃん人形をディスプレイしないといけないから持ち上げる京ちゃん。うわってなった場合は、この動きで、急激に力が加わってひっくり腰とかになったら、これは怪我だって判断されて労災なんですよ。この動きはなければならなかったになるので、そう。だから、重いものを持ってずっと運んで、しかも、僕が前に働いてた職場でも、なんかパワハラでいじめが起こっててですね、その、いじめてる人になんか重いものをたくさん持たせて潰すみたいな、信じられないことされてたことがあるんですけど、それ、労災にも問えないみたいなところがですね、非常に、不合理だなと思って、ここは、こういう特殊な状況だったんだとか、
こんなことがずっと行われてたんだっていうところをぜひ専門家の人と連携してですね、戦って新しい権利として勝ち取っていってほしいな、みたいに思ってるところでもあるんですよ。まあ、なんか最後未来につながるような話もしながらですね、10個、紹介させていただきました。で、この業務災害のですね、認定には、業務遂行性、業務禁制の2つが必要ですと書いてあると思うんですけど、業務遂行性っていうのはですね、用意しちゃった業務を行っていた時にですね、そして業務禁制はそのせいで怪我をしたかどうかっていうところなんですね。だからさっきの河原で作業中に撃たれた京ちゃんの話は、まあ仕事のせいじゃなくて、多分それは漁師さんのせいか、それとも、何か別の原因かみたいになってしまうみたいなところですね。